いいね。なんてことでしょう。本当に本当にご主人様じゃないですか。コズワス、一体世界に何が起こった？世界ですか？このゼラニウムがまだサンクチュアリヒルズの戦争の的である以外はどこもかしこも恐ろしくどんよりしています。あなた様と奥様がお戻りになったらまた楽しくなりますね。ところで奥様はどちらですか？奴らに殺された。旦那様おっしゃっていることですが、そのありえません。気分転換でもしましょうか？そうです、気分転換して落ち着きましょう。最後のまともな家族団らんをしてから随分経ちますね。チェッカー、いやジェスチャーゲームでしたね。ショーン坊ちゃんはあのゲームが大好きですよね。あの子は一緒ですか？ショーンは誘拐された。でも必ず見つけ出すつもりだ。息子を取り戻す。思ったよりひどいですね。うん、なるほど。どうやら空腹誘発性パラノイアを患ってらっしゃる。100年間きちんと食べないとそうなるんです。200年だって？嘘だろ。実際は210年とちょっとですね。旦那様、地球の自転と古いクロノメーターのせいで多少のズレはありますが。ということは2世紀ぶりの夕食ということです。簡単な軽食を作りましょうか。お腹が空いているのでは？コズマス、なんか少し変だぞ。どうしたんだ？私、その、ああ旦那様、本当にひどかったんですよ。2世紀もの間話す人も使える人もいなくて、最初の10年は床のワックスを手入れしようと試みましたが、ビニールのフローリングについた核硬化物を除去できるものが何もないんです。何も。あと倒壊した家の埃を払うのがいかに無駄か分かりますか？それと車ですよ。どうやって錆を磨くんです？コズワス、何を知ってる？あいにく何も知らないんです。旦那様、あの時は皆様とても急いで行ってしまわれた。
あなた様もご家族も亡くなられたとばかりこのホロテープを見つけました。奥様がプレゼントなさるつもりだったのでしょう。サプライズで。それなのにあんなことになって。ホロテープだって？何が記録されてる？あなた様へのプライベートメッセージだと思います。礼儀作法プロトコルが私に再生するのを許可しようとしません。標準のホロテープ読み取り機だったらどれでも再生できるはずです。ああ、その腕につけたピップボーイでも見られます。さあ、気を取り直して。都合のいい時にお知らせください。危険なものを見なかったか？大丈夫です、旦那様。近所のうるさい犬と蚊です。調査しましょうか？分かったよ。案内してくれ。使えられて光栄です、旦那様。ビンゴだ。今行くからな。素晴らしい。
家族はここにもいません。あの二人は本当にいなくなったのですね。よう、コズマス。奥様、ショーン坊ちゃん、ここにはいません。頼むよコズマス、君の助けが必要だ。どこに行ったらいい？町に向かうというのはどうでしょう。コンコードはすぐ隣です。ただあそこの人々は私ほどまとまりはありませんが。コンコードに生きてる人がまだいるのか？ええ、少々手荒な方々ですが。道は覚えていますか？南の歩道橋を渡ってこの区域を出たらレッドロケットステーションの向こうです。ここに残って銃後を守ります。ああ、こんなところで一人で何をしてるんだ。いい犬だな。わかった、一緒に行こう。おい、調子はどうだ。おい、何か芸はできるか。
あら、ダメダメ、その小さな手をどけて。よし、何か言って、そこに向かって、そこそこ、どうぞ。イエーイ。ハニー、聞いて、あなたがどんなに素晴らしい父親かっていうことは言うまでもないと思うけど、でもとにかく言ってみるわ。優しいし、愛情深いし、しかも面白いし。そう、それに忍耐強い、すごく忍耐強い。私のママが言っていたように、成人みたいに忍耐強いわ。ショーンと3人で同じ家で過ごした時間、素晴らしい年だったわ。でもそれでも未来にはもっといいことがあるはずよ。もちろんいろいろ変化があると思うわ。順応していかないといけない変化が。あなたは仕事に戻って、私は法律の学位をもう一度生かす。でもそれは全て、どんなに大変でも家族のためだから。ほら、さよならを言って、ショーン。バイバイ。バイバイは。じゃあね、愛してるわ。そっちだ。調子はどうだ？なあ、何か見つけて持ってきてくれるか。近くに何か役に立つものがないか見てこい。